はい、どうも皆さん、トライアングルです。ということで今回なんですけど、前回ですね、もう奇跡的にまさかの、ガメレオンを入手することが、できたんですけど、今回はエンチャントをまずしっかりやりたいっていうのがあるので、まずですね、もう出会った猫、申し訳ないんだけど、こういう感じでちょっと攻撃して、これで多分ね、猫 UFO が攻撃してくれて、まあ、ある程度経験値がちょっと溜まるんですよ。で、一応レッドストーンとかね、来てる、かわいい。レッドストーンとか入手してる時にも、まあ、ちょいちょい経験値上がったんですけど、やっぱりね、経験値30欲しいんですよね。30ぐらい、経験値をゲットして、で、エンチャントをがっつりしていこうかなと思います。防具のエンチャントというよりかは、今回は、まあ、効率強化とか、あと幸運だね。幸運を何が何でもゲットしたいので、そちらの、大丈夫でしたか?お嬢さん。ちょっと経験値もらっていいですか?すいません。まあ、幸運をゲットすることによって、ダイヤモンド。まあ、今後ね、その、レアチケット。まあ、ダイヤモンド装備、ダイヤはね、ダイヤモンド装備よりかは、まあ、レアチケ、お、レアチケがいましたね。その、まあ、チケットに割り当てた方がいいのかなと思うので、今後実は、とあるすごいキャラクターが追加予定。前動画でも言ったと思うんですけど、まあ、それもあるのでね、何が何でもチケット欲しいんですよ。なので、おら、かかってくるのだ!さあ、行くのだ、UFO猫!さあ、戦いなさい。私はその間、こいつを止めておこう。いや、その前にむしろ倒させていただく。おら、消えになっちゃい。よし。さあ、OK! さあ、レアチケは?落ちた!ありがとう、カービィ!とりあえず、ダイヤモンド1個分だ。で、あとそうだね、このさ、ここに、このさ、魚が湧くんですよ。なんかこの魚ってさ、なんかバケツかなんかでゲットして、なんか向こうの魚のところに移せるのかな?ちょっとよかったらコメント欄でそれを教えてもらえるとすごいありがたいです。ちょ、バケツやってみるか、一回。バケツを、多分、バケツは多分、からゲットできるとは思うんですよ。ゲットできるとは思うんだけど、それで繁殖するのかどうかが気になる。ここになんか2匹ぐらい入れたら繁殖するもんなのか。 OK 出た、これだね。そう、酒入りバケツ、これでなんか近くのさ、向こうできればさ、その洞窟作ったじゃないですか、ここら辺に。この洞窟のどっかにちょっと抜け、横道で地下の魚って思ったんだけど、なんかね、地下でやるとどうやらなんかそのなんだっけ、釣れにくいとかあるらしいから、ちょっと外に作ろうかな。柵とか作って猫がゲットできないようにしてね、狩りできないようにして。よし、じゃあとりあえず経験値上げつつ、幸運作っていきましょうか。いろんな建築するためにさ、そうだね、あそこのなんだろう、最悪トロッコでさ、こうやって敷いてくのありじゃない?あそこのさ、家のトロッコからガーってもここら辺までトロッコ引いて、なんかこういうとこに何だろう、にゃんこの別荘じゃないけど、なんかそういうの作るのも良さそうだな。あ、いいね、それ、いいね、経験値ガッポガポよ。よし、馬でちょっといろんなところをまず探索したいなと思ってた。ピラミッド発見です、皆さん。私は確かにピラミッドの、今まではダイヤモンドを狙っていたが、今回は違う、名札だ。私が今一番欲しいのは名札なのだ。多分一個あるんだけど、それは笠次郎がね、なんだろう、その、名前なくなっちゃったから進化して。だからそれで笠次郎分と、あと、新しいガメレオン。みんながコメント今つけてくれているはずだ。まだごめん、コメントはちょっと見れていないが、多分明日見れる。明日みんなからのコメントを見て、私はその名前をつけるんだ。そのために、名札が必要なのだ。そうなってくると名札は、ピラミッドの中もしくは、廃校もしくは釣りだ!そう。ちょっと待っててくれ。お前は待っててくれ。すまない。本当に待っててくれ。待っててくれないと爆発するんだ。いいね。この待機システムがあるから、安心していけるよ。さあ行くぞ。では、参りましょう。行きましょうぞ!親方様。行きます。オッケー、行くぞ、名札オーケーでーす、
ンキュー。オーケーオッケーオッケー。とりあえずなんかいらないやつ、あ、火打ち、まいか、とりあえず、はい、いきます、ほい。あー、そう、あのね、エンチャントして金のリンゴのやつさ、あのピラミッドで取り逃してるよってコメントあって、ありがとうございます。もう完全に忘れてた。まあ後で取ろうと思ったら忘れてた。そして、じゃあ、弓矢でもさ、いい弓矢ゲットしてあるから。で、糸はね、釣り竿のためにいるんだよ。レッドストーンもなんかもしかしたら今後行こうかな。で、これ蔵か、蔵、これで馬で帰れるか。帰り今さらっと引いちゃった。あー、特になかったか。名札は残念ながらないと。でもダイヤモンドの馬鎧と蔵つけて馬乗って帰るか。大丈夫かな、馬乗ってたらなんか嫉妬で猫 UFO が嫉妬で馬攻撃したりしないかな。僕のトライアングル様だ。大丈夫か、そんな僕に人望ねえわ。ちょっと、おい猫 UFO、 どこ行くんだ。やっぱり人望ないじゃん、僕人望ないって。ちょっと僕分かった、刺したわ。わしに人望ねえ。ちょっと待って、待って。違う、危ない。ちょっと待って、放牧中じゃない。待って、行かないで。危ねえ。全然人望ない。待っててくれないもん。言うこと聞く気ないもん、あの子。ああ、嫌われてな。はい、ということで、今ピラミッドから帰ってる途中なんですけど、今ね、向こうのワールドで、今多分、自宅に帰ろうとしているトライングさんの代わりに、こちらスーパーフラットの、僕がね、今回ちょっと、追加された猫を紹介したいと思います。今、チラッと見えたかな？一瞬名前映っちゃったかな？はい、今回はこちらです！キモ猫さーん。キモ猫。これ体力178って結構高いよね。メタルカバちゃんだと？あ、なんか、あ、すごい！ちゃんと足も曲がる！あーね、攻撃力は、まあまあだけど、って感じか。体力がやっぱりある。キモ猫といえばやっぱり範囲攻撃だよね。後ろから攻撃したりみたいな感じができるっていうキャラクターなんですけど、このキモ猫。はい。まあ今チラッと、今横、このね、キモ猫のこの横がね、そうなんですけど、もちろん進化いたします。ということで、ちょっと進化させちゃおうか。なので、はい、こちらでキモネコちゃん仲間にしましていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8、 はい。こちらです。美脚猫進化ですね。いやー、いい感じに気持ち悪いね。もうこれはこういうキャラだから言っていいよね。ちょっと気持ち悪いっていうのは。一応ネタキャラだからね。はい。この美脚猫が、体力178か。で、攻撃力がもしかして上がってる感じか？あ、防御硬い。やっぱりさっきより防御硬いし、全体的なステータスは上がってるね。あ、でもあれだね。そのガチャとかで出るようなキャラでもないけど、ちゃんと進化するから強そう。勇者猫とか、美脚ね、勇者猫みたいな感じで、その普通にワールドにポンポン出てくるキモ猫になのに、そのこういう感じの強さってことはかなり強いですね。まあちょっとまたキモ猫見つけたら仲間にして行きましょうか。はい、ということで、じゃあそろそろどっかに着くと思いますので、どこに着いてるか分かんないんだけど、まあ多分自宅かな。どうぞ。村に帰ったと思ったでしょう。すいません、まだなんです。ちょっとね、ピラミッドで、まあ、蔵見つけたので、ちょっと馬を仲間にしようかなと思ってるんだけど、今のこの馬たちかなってことは、あ、早速キモ猫いるけど、まあとりあえずちょっと馬を、ちょっと待って、いい柄見つけた。お前も俺の仲間にならないか？仲間になれ、仲間になれ、仲間になれが、絶対お前から離れんぞ。絶対お前を仲間にしてやるからな。よーし、メンヘラなめんな。あ、こうだ、こうだ。で、蔵をつけて、そしてダイヤモンド。あ、ちょっと待って、足の速さ。遅っ、いや、どうなんだ。
もう決めました、この子に決めました。足が速いかわからないけど、やっぱり私一目惚れしたのでこの子にします。ようやくようやく初馬ゲットです。やったー、嬉しい。大丈夫ね、大丈夫、水なんかちょっとくらいなら大丈夫なんでしょ。でちゃんとみ、あ、メタルカバちゃんいるじゃん、メタルカバちゃんいるじゃん、メタルカバちゃんいるじゃん。やっちまえ、やっちまえ、いいぞ、やっちまえ、おらおらおら、やっちまえ、いけ、よし、いいぞ、いいね、いいね、かっこいい、なんか武将感あるよこれ。馬で立って、あ、でも立ってもできるじゃん。やっちまえ、いけ、やりきれ、よーし、レアつけ、よしよしよし、レアつけゲット、チー。え、あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした、いたいた、てか馬大丈夫、てかレアチケ、レアチケ、レアチケが燃えた、燃えたっていうか爆発した、クソ、ちくしょう。いいもん、馬見つけたから。